私はペリー。大いなる野望を持ってこの日本にやってきた。はい、どうも、ペリーです。ゾンビを引いてやってまいりました。これで日本も開国せざるを得ない感じに。って、何？何が起こってる？サムライ？忍者？スモーレスラー？こいつらきっと私の大いなる野望を邪魔するに違いないね。何がうざいってあいつら転生者なのよ。ほんと死んでもまた挑んでくる。いい加減しつこすぎるよ。あ、もしかしてこれってローグライクってやつじゃん。だったらペリーもう容赦しませんよ。毎回敵やら何やら超ランダムにして、暗い汚れエリアで行け、自爆ゾンビ。超ゾンビもじゃんじゃん出したりして、永遠に死んでいただきます。どっちか迷う選択肢もたくさんね。力が入らん。こいつは今お腹ペコペコね。さて、どっちが満腹度回復だったかな。で、残念、ピンクは体力回復でして、余計にお腹空いちゃったんじゃないの。武士は食わねえど高い王子って言うけど、本当に愚か。で、誰、こんなとこに寿司置いたの誰。ビミでござるな。ああ、もう有利なアイテムたくさん落ちてんじゃん。誰かポケットに穴開いてるんじゃないの。完全に敵に死を送ってるじゃん。他の連中も秘伝書もバンバン拾って、しかもこいつ運良すぎ。分子ばかりで、あ、もうどれが本体かわからないね。お守りもいろいろ組み合わせて爆弾強くしたり、一か八かの強化したり、賢くビルドアップしてマジでローグライクしてるじゃん。しかも誰、こんなタイミングでお店出したの誰。もう品ぞろえ充実してんじゃん。おう、嫌な予感する。見て、これほら、あ、やったよ、こいつやりやがったよ。そんなことして逃げられると思うなよ。 They say the apple doesn't fall far from the tree。 はあ、もう踏んだり蹴ったりです。こんな時は気分転換でね。私の場合はハビティとこれ。ほら、すごいでしょ、日本の浮世絵みたいになったよ。うどおりするね。でも、やられっぱなしね。日本のゾンビ、役立たずじゃん。メイドインジャパンなのに、ポンコツじゃん。もうペリー怒った。三つの袋のうち、カニ袋の尾が切れました。強いの行くよ。ほら、でかいのいっぱいね。怖いね。もののけいっぱいだね。これは私が特別に作ったゾンビね。これで奴らも一巻の終わり。って、強いじゃん。相当やり込んでるじゃん。血も涙もないな。あ、まあ私は常に血の涙を流してるけどね。もう本当に私、敵横プンプン丸よ。
こうなったら私の手で。太平の眠りから。覚ましてあげましょう。Ed-0 Zombie Uprising。お買い上げしてくださいよ。